川崎我慢の1年だと思います。今年見せて手を込んだことをやろうとしているチームで苦戦はしてる。皆さんこんばんは。サカダイ TV 編集長の白鳥です。今日はサッカー大戦編集長の本田くんをゲストに J リーグの振り返りもねしてみたいんだけど、川崎のねちょっと不振って言っていいと思うんだけど、どうですか？今年は本当に若手を育てるっていうのは何とも言っている、ところではあるので、我慢の1年だと思います。ずっと上にいるっていうのはなかなかやっぱ難しいことではあるので、こっからどういうものを作っていくかですよね。若手たちをうまく引っ張り上げて、これだけ主力がさどんどんやっぱ抜かれていく、ある意味もう仕方ないって大変だけどさ、ね、しょうがない部分はあるよなと思いながら見てるんだけどね。あります。鹿島の人たちとかにも当時から17年の優勝したあたりから言われてましたけど、結局鹿島も選手たちが海外にやっぱり挑戦して抜けていっちゃって、そこから難しくなるよっていう話はしてて、川崎も絶対そこには直面するよねっていうことはもうその当時から言われてたんですけど、この J リーグっていうね島国でやっている、で欧州っていうのが一番トップレベルでやっているっていうところを考えれば、まあもうそこの問題に直面することはもうやむを得ないことだなっていうのは、だからここからそれをどうまたね一つ軌道に乗せていくのかっていうところが、もう強化部とねそこら辺のこう腕の見せ所っていうところだとは思いますけどね。鹿島なんかもね、そういう転換期を経てきて、今年ちょっと補強もして戻してきて、元いた選手たちも岩瀬さんの元でっていうところではありましたけど、やっぱり一筋縄でいかないなっていう難しいです。だから今年見てて、しシンプルなこととかやろうとしてることがやっぱ明確なチームっていうのは上に来てるなっていう印象はありますね。いろいろ手を込んだことをやろうとしているチームっていうのがやっぱなかなか苦戦はしてるんだろうなっていう思いはありますけどね、見ていて。